ビットファクトリー製造番号1番かぼちゃんです。今回紹介する飲み物はこちら、じゃーん、野菜生活スムージーとろとろブルーベリーミックスと野菜生活スムージーなめらかマンゴーミックスです。というわけでね、野菜生活がねスムージーになっちゃったというわけでね、もう早速ねスーパー行って買ってきちゃいましたよ。飲む前はよく振ってから、なんか飲んでくださいということなので振りながら説明していきたいと思います。では早速飲んでいきましょう。ではトロトロベリーミックス、トロトロブルーベリーミックススムージー、トロトロブルーベリーミックスから飲んでいきたいと思います。もう匂いがすごい、なんて言えばいいだろう、野菜ジュースともはかけ離れたすごいベリーの匂いがします。味はベリーなのにすっごい野菜の味がしますね。なんて言えばいいだろう、確かにスムージーを飲んでる感覚がします。まあスムージー人生で2回ぐらいしか飲んだことないんですけどね。野菜で言えば人参トマトの味が主に主張してきますね。その後になんかブルーベリーが追いかけてくる感じです。はい、続きましてこちらスムージーなめらかマンゴーミックス飲んでいきたいと思います。こっちはあまり匂いがしませんね。では飲んでいきたいと思います。お、こちらマンゴーの味が強いです。なんかブルーベリーよりは野菜の主張はあまりないですね。これはもう野菜ジュースっていう、どっちかというとマンゴージュースに近いです。そして甘い。はい、というわけで今回は野菜生活から出ました新商品、野菜生活スムージートロトロブルーベリーミックスとこちらなめらかマンゴーミックスを紹介してきたようでした。野菜が好きな方はこちらトロトロベリーミックスがおすすめなんですけど、かぼちゃみたいにちょっと野菜が苦手だなーっていう方にはこちらのねなめらかマンゴーミックス美味しかったので、ぜひ朝のお供に飲んでみてください。またねこちらボトル式のキャップになっていてね、閉められるんでね持ち運び便利ですし、カバンの中にポンって一つ入れるだけでもね生活が変わると思います。というわけでさよなら、ビット質問コメント高評価お待ちしております。